12月26日土曜日晴れ。さっきと話し合いたいのに相手にしてくれません。お兄ちゃん最低だよと言われました。もう間違いなくさっきは僕の恥ずかしい行為を知ってます。今さら言い訳もできません。さっきに教えた先生が憎い、写真を撮った奥田も憎い、でもさっきを嫌いにはなれない、まだ愛してます。僕はオルゴールを叩き割りました。ガシャンと高い音がして床に破片が飛び散りました。僕の中で何かが弾けました。